ウエスト、どうも、こんにちは、カタパンです。前回の続きからやっていきます。いや、前回さ、みんな思ったかもしれないけど、シックス死んだと思わなかった。マジで焦ったんだけど。でもよかった、マジで。死んでなくて。というところからのスタートです。よろしくお願いします。いやー、で、次だよね。次どうなるのかっていうところが、あー、大丈夫シックス。シックス大丈夫。行くよ。行こうね。次どうなるのかっていうのが、ちょっと待って、こっち気になるな。次どうなるのかがマジで気になるところなんですけど、テレビだ、また。あー、テレビー、テレビは近づいてみる、テレビは近づいてみるもんだ、みんなはそんなことしないようにね、良い子は真似しないようにね、ドーン。このチューニング合わせるのむずいんだよ、なかなか。これやってみるとわかるけど、ドーン。今回は何連チャン、何連コンボいける。あ、3連コンボだ。いきまーす、みんな。いくよ。きたー、この世界、俺の大好きな世界です。無重力、よっしょい、わっしょい、わっしょい、わがむせいしかぶせぶれぶれきぬれぶれれ、扉が近づいてくるわ。あ、めっちゃ近い。めっちゃ、いけるこれ。あれあれ、開けちゃう、開けちゃう、開けちゃった、開けちゃった。なになになに、ついに開いた。誰誰、うわあ、なになに、なんか、生かした男の人、高身長の、なになになに、なになに、やばい、やばい、なんかシックスが、どういうこと、どういうこと、あ、出てきた、どういうこと、どういうこと、生かした高身長の男性、年収1000万以上ありそうな男性が。シックス行くぞ、やばい。何、気持ち悪い。次この人、ちょっと待って、この人なんでテレビから出てきたの。シックス、あー、待って、シックスがそこに隠れてるから、俺もこそこに隠れればいいってこと。俺も入れて、合ってんのかなこれ、大丈夫。ダメじゃん。これあれじゃんね。あのテーブル。あのテーブルさ、シックス的に言うと、あ、違うわ。スネオ的に言うと、このテーブル一人用なんだよねっていうことだよな。なんか、あれ、シックス、あー、シックス、シックス、どういうこと、待って待って、シックステンパになっちゃった。嘘、ちょっと待って、どういうこと、連れ去られちゃったんだけど、シックス、やばい、これ助けに行きたいけど、なんかめちゃくちゃ怖がってたよな、絶望くん。でも行くしかないよな。これ入れるってこと、今回。おお、お、いけるっぽいぞ。おお、なにこの細胞みたいな感じ。うわ、なに、うわ、気持ち悪い。あ、待ってよ、どっかにワープしたんか、これ。そういうことか。はいはいはい、あ、テレビを通していくとワープできるんだ、きっと。これ、登っていくのかな、もしかして。なるほどね。どういうことなんやろう。あの男の人は一体何者なんやろうな、果たして。これは、届く、あ、届くんか。あ、またワープできるぞ、これ。あ、でもこっちちょっといけるな、多分。ちょっとこっち行ってみるか。あ、無理か。これ、6がいないといけないかな。
じゃあ再びテレビの中にレッツゴー。あ、さっきみたいな演出はないんや。あ、次からこういうギミックになるってこと？あ、ここで開けれるんか。おお。あ、さっきのとことつながったな。なるほどね、こういうギミックになるってことか。あー、わかりました。これを向こう側に持ってって、で、またワープすんだ。あー、なるほどね、すげーな。ここに来て新しいギミックの登場ですよ、皆さん。いや、このゲームは全く飽きさせないね、本当に。いろんな仕掛けがあって楽しいよね。でも今回のこのテレビとのつながりは何なんやろな。なんかあのさ、住民とかがめちゃくちゃテレビ見てたじゃん、あの前回前々回あたりで。それとなんか関係あるのかな。で、雨がずっと止んでないから、これもなんか関係してそうだよな。なんか考察とかあったらちょっとぜひ見てみたいかも。クリアした、やり終わった後にこれよっ。 OK。 これはでも絶望はあのシックスを助けに行ってるんかな。一応進んでる場所がそういうことなんかな、ちょっと分からんけど。でもシックスを助けたい。でもあの男の人がテレビから出てきたってことは、テレビの中に行かなきゃいけないってことなのかな。そこの部分がちょっとよく分からんけど。おーっと、またテレビあったぞ。これはシンプルに下に降りていいのかな。あ、すごいなんか愉快な音楽流れてるね。あ、テレビあるけどついてないな。なんかまた蒸発してる。あ、でもリモコンあるな。リモコンオン。あ、なに、え、勝ち。あー、オッケー、勝ちってできた。あ、はいはいはい、こういうのもあるんね、リモコン手に入れると。あ、なに、あ、やばいやばい。あ、早く行かないと切れちゃうかと思った。オッケー、来ました。すげえ、なんかめっちゃテレビあんな。え、なんか不思議な世界やな、マジで。あの、あれ、これ入れない、は、入れないな。え、これ段差があれで入れないのかな。あ、でも下行けるとこあるな、なんか。あ、え、つけたり消したりできる、なんかリモコンが出てくると。なるほどね、何に使うんか分からんけど。あ、オッケーオッケーオッケー、ここで行って、ちょっと一旦あそこはちょっと保留にしようか。ん、ここ行けるけど、ちょっと待って、この下が気になるんだけど。この下もなんか開いてるよな。この下はなんかあそこも開いてんな。これもしや、絶望の残骸があるところ、違うかな。え、なんか違うな、なんか違うとこと繋がってんな。ちょっと待ってね、さっきのとこ戻るわ。オッケー、ここここここ、こっちは、あ、あ、帽子、あ、お兄の帽子発見しました。帽子はポーズメニューで装備できる。せっかくだからちょっと見てみますか。あ、なんかかっこいいな。なんかかっこいい。ほら見て、かっこいい、なんか。いや、でも俺は絶望のまま行きたいから絶望にするぜ。やっぱ絶望くんじゃないとちょっと調子じゃないわ。ちょっと落ちちゃったからこっちから行くわ。多分行けると思うんだけどね。あ、テレビ。あ、なるほどね。こっからワープできるのか。あ、ちょっと待って。あ、ごめん。こっちなんかありそうじゃない？気のせい。気のせいか。気のせいだわ。え、じゃあ入りまーす。あー、なるほどね。今回はリモコンを使いながら、こうやってやっていくわけだ、きっと。で、こっちに来て、ここはなんだろう、面会場っぽいけどな、なんか。え、これどうやって行けばいいんだろう。上はライトあって、テレビがある。これジャンプでいける？ちょっと一回試してみるね。いきまーす。せいやー、届かなーい。ダメだな。届かないわ。ちょっと勘のいい肩パンは気づきました。あ、ごめん。ちょっとリモコンしまっていいよ。これだ、これ。ほーら、ほーら、これだ。いやー、勘がいいね、肩パン。いや、さすがここまでやってきたことはあるよ。ここら辺でいいかな。ここでいいか。オッケー。これで多分。これも登れんのかな？登れない？これは登れないか。じゃあ一回戻らなきゃいけないよ、多分。オッケー。
今回は全く死なずに行ける可能性があります。さえ渡ってます、カタパン。ほらほら、奥行きとかも完璧、やばい。今日はいけるぞ今日はいけるぞ。よっしゃ、あ、ハンガーだ。ハンガーでスルッと行く。どこに繋がってんの。おーおーおお、勢いいいな。あーあーあーあ、お、どっか着きました。これどこだ。あ、待って、これさ、いや、こういうところにあるんだよ、何かが。きっとこれは見逃さないぜ。なんか落ちてんな、これ。なんだこれ。あ、洗濯バサミか。あ、ほら見て見て見て、ほら。いや、片パンやばい、今日さえ渡ってるわ。こっち行けるもんな。やばい、さえ渡ってるぞ。あ、ほら、俺がいた。なんだこの人形、何見てんのなんかエイペックスの正体が届きましたが、なんか人形がありました。ちなみにこの人形なんだけど、なんかリトルナイトメア、あの6が主人公だった時に出てきた。あー、これ、この人だ、この人。なんかリトルナイトメアの時のラスボスじゃね、この人、この絵の人、多分だけど、俺の見立てが間違ってなければ。え、じゃあこの、この部屋の人はなんかそのゆかりがある人だったのかな、もしかしたら。あの人にどうやって出るんだろう。あ、出れた。 OK OK、 出れました。さてと、じゃあ行きますか。なんかでもさっき聞こえた気がすんだよな。なんかいる気がすんだけど。なんかいる？なんかいるな。この人でも大丈夫だよな。なんかテレビに釘付けの人多いよな。なんなんだろう。え、この人たち見つかったらやばいんかね。これ切ったらやばい。あ、切っちゃった。あ、やばい。ああ、ちょっと待って。そういうことか。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。で、テレビつける。テレビつける。入る、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 入る。ああ、出た！あ、テレビつけたよ。テレビつけたよ。え、何？何？破壊光線？ちょっとどういうことかわからんけど、多分なんかこの人たちとかテレビに関連する系のモンスター、モンスターって言っていいのかな、人たちなんかな。なんかあったぞ。あ、空き缶じゃん。空き缶なんかいらねえよ。中身が入ってるものをくれ。え、でもこれは一体どういうことなんやろ。ああ、あそこにワープするためのかな。これでつける。で、あそこにワープできるんだ。多分こっから開かないんだよな、多分。ここ開かないから、あそこからワープするってことだ。了解した。じゃあどうするかというと、一回消して、一回消します、テレビを。いくぞ。これなんかあの子供がいたずらしてるみたいだねなんか可愛いな。で、向こうに行く。で、こっちに来てからつける。入る、入る、行け行け、よし、いいぞ。あ、え、待って、どんだけテレビ見たいの。あのおばちゃん外にぶら下がってるテレビの方来たんだけど、あっちのテレビ消したらやばいな。あー、で、絶望には興味関心なしか、あのテレビから出てきたとしても。なんかあれだね、大人がまあ例えばスマホとかあのテレビに釘付けになって子供に全く関心がないみたいな、なんかそういう、あの、揶揄に取れましたね。なんか、ごめん、あの、勝手なあれやけど。じゃあ、また、いたずらっこしまーす。はい、今回の、はい、ウエイスさんもこんにちは、絶望でーす。え、今回はですね、テレビを突然消すというドッキリを行いたいと思います。よろしくお願いします。ほな、やっていくで。さあ、じゃあ、テレビを消します。あれ？これ、消せ、消せ。消しました。あ、どうなる？どうなる？え、なんでバレてんの、なんでバレてんのさあ、ということで、ドッキリは大失敗ということでお疲れ様でした。でね、今気づいたんだけど、右側にテレビがあったから、多分あれつけるんだろう。これつけると多分向こうのテレビに行くんだ、この人。そういうことだろう、絶対。ほらな、テレビに釘つがやば、ちょっと見なかったことにしよう。どんだけテレビ好きなんだよって感じだよな。あー、危ねえ。大丈夫、絶望、絶望、落ちんな。あ、よかった。あの、一個、もう一個気になったことがあって、このテレビをすり抜けて次、あ、違うテレビに行けるこの能力は絶望だけのものなのかっていうところもちょっと気にならない。なんか6も使える
能力なのか、なんかこう絶望だけに限定された特殊な能力なのかが分かんないね。さあ着々とスムーズに進んでるね、カタパン。いいぞ。あれてか今日死なないって言ってなかったっけ死んだわ結構。あ、なんかすげえ、テレビじゃなくて、え、な、え、あ、テレビじゃなくて景色見てるのかと思ったら違うな、なんか電波塔見てて。おい、え、だってかさっきの人なんで落ちたの。え、どういうこと。え、ちょっと待って、みんな狂ってるよ。ここやばいとこじゃん。あ、またワープできるけど外も行ける感じ。一回ちょっと外行ってみる。ん、どうなってんだ。え、これ普通にワープしたら落ちるよな。え、え、これ引っ張ったりできる。え、危ねえ、これ普通に入ってたら即死じゃん。え、絶望を殺すために置いたいでしょ。だってあんなとこからだって誰もテレビ見ないもん。ということは違うぞ、なんか違うことするんでしょ。押す、違うな。あ、でもこれ丸いノブだからあれだわ、開けたりできないわ。あ、なんかチャンネル変えれるぞ。どういうことだ。え、これでチャンネル変えていってみるとかそういうこと。チカバチカや、行け。落ちたー。行くぜ、どっか掴めばいいんだ。この後この後この後行くぞ。一瞬だから気を抜くな。なんでー、あれさっきチャンネル変えれたけどチャンネル変えなくなった。あ、押すのか。え、でどうすんの。あー、そういうバンジージャンプ的なやつだったんか。うわ、やっば、やばい、今回全くひらめかんかったわ俺。何やってんだろう、超絶簡単じゃった。あー、危ねえな、超絶簡単だったじゃん。なんかレバーあんな。うわ、なんか音聞こえるな。ちょっと一回まあレバー引いてみます。ちょっと 何事も挑戦だからね。あれ、何これ、どうなった。え、待って、これちょっとあの、さすがの片パンでも気づいたよ今のは。なんか電、ここの水がビリビリしたね今。あ、なになに、なんかいるぞ。え、なんかいる、なんかいる。え、なんかいるぞ、なんかいる。あ、わかった、これでビリビリ刺すんだな。そう、開けてあげる。来た、来る、ビリビリさせる、ビリビリさせる、ビリビリさせる。やめろー、よいしょー。いや、マジでやることエグいな。ごめんね、おっさん、ごめん、マジでごめんよ。いやー、もうちょっと、でも進むには、シックスを助けるにはしょうがないよ、もう。お前らが襲ってくるのが悪いんだからな。あれ、なんかビリビリしてんな。壊れてるな、てか。穴通り抜けられるし、テレビもつけられる。ちょっと一回こっち行ってみるか、じゃあ。なんかめちゃくちゃハエ、ハエが。ハエといえば、あー。あれ？あ、これ下降りて大丈夫かな？あー！先にテレビに行くべきだった、もしや。これなんか開けれそうじゃない？なんか。あ、お、なんか入ってる。何これ。ポテト？違う、こっちじゃない。こっち、こっち。これ。これ何？何これ。なんか入ってるな。ハエといえば、リトルナイトメアを思い出すね。え、でもさっきのテレビ気になるんだけど。先入ればよかったな。失敗したな。あ、リロードすればいいのか。ちょっと待ってね。あ、待ってよ。テレビあそこに入れるな。あー、じゃあ意味ないのか。多分あそこにワープするってことだったのか。あ、なんか目が書いてあるな、これ。え、さっきのやつをこの中に入れたらなんか起こる、もしや。さっきのとこ行った、あったあったあった。これ、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 これ。これを、お届け物でーす。あ、ごめん。お届け物でーす。あ、違うな。え、これなんか入れるのかと思った、これ。ここに。違うな。あれなんだろう、何に使えるんだろうね。とりあえず、